いやもう一回始めました。いやでも怖いっすよね。あのバンコクでも、まあ、2011年なんですけど、あの洪水騒ぎがあって、あの時もね戦々恐々としてたんで、怖いっすねやっぱり。高槻、茨城、箕面、箕面の方とか怖そうですね。でも高槻、茨城ってもあれじゃないですか、地震のとこじゃないですか。とりあえず大丈夫だ、違う、よかったよかったよかったです。それはまあ、いやでも高槻、茨城はもうちょっとかわいそうすぎるな、マジですか。僕は大阪出身なんですけども、まあ、大阪って言っても堺市なんで南部の方で、あんまり被害も大きくなかった。あの実家も揺れたらしいですけど、でもまあ、あの食器1枚さえ割れんかったっていうことがあったんで、まあ、それは助かったんですけれども、神戸市内さえ一部に避難し、うわきついっすね。神戸か、あ、来ました来ました、再指示により来ました。あ、こっか。さあ、まあ、とりあえず遺産料理に切り替えです。あの、これもち米も来ました。命を守る行動をとってください。え、そんな、なんていうんですか、そんな、あの、そういう、なんていうんですか、テレビ報、テレビで言えんのかになってるんですか。でやばくないですか、特別警報のレベル。うわで、店員さんそれでも、自宅で行けるといえば行けるけど、ちょっといろいろ不便もあるんじゃないですか。もう少なくとも九州の方とか解除され始めてるんですかね。そうでもなければ結構大変ですよ。鉄道も止まり、高速道路も封鎖、おとととととと、一般道もやばいじゃないですか、やばいじゃないですか、それ。さっきまで渋滞、いやー大変やんこれ。外したね、外して、おーいう声上がってましたね。まず外した、あ、プーはね、プー入ってないですね。これあのこうやってカノムチンが入ってますね。またあれです、これあの もう本当にめちゃくちゃイサな食べ物なので、あのパラ、あのこれですね、あの魚のあのちょっとこう匂いのあるだし汁が大量に入ってます。フー入ってるやつもね、カニもうまいっすよね。
阪神高速がまだ渋滞、え、阪神高速は動いてるんですか。ちょっとなんか心配になってきた。あ、一部で、あ、そうか。いやー、実家も大丈夫なんかな。まあでも実家は何かあったら連絡してくれるとは思うんだけど、辛いですか。辛くないと思ってたんですけど、食べてたらめっちゃ辛くなってきました。あの、このカノムチン、そうめんみたいなね、カノムチンがあの辛さを吸い込んでるんですよ。でしかもあの唐辛子一本ねって言ったんですけど、意外に唐辛子あの大型唐辛子でした。これ唐辛子半分ねって言わないかんかったです。厨房であれですね、スプーンかフォークかなんかガッチャンやりましたね。これ顔に合わないとやっていけないからさ。さすが遺産ですね、ほんまにさすが遺産です、これ半端ない。ここ割とね、あの僕生肉料理も出るので、割と日本っぽいね、味を知り尽くしてる感じがするわけですよ。でもね、まあ遺産料理はこれ徹底して遺産料理ですね。日本料理の味とか、あとあの日本人やからちょっとね、こうもうちょっと控えめにしようとか、そういうことはあんまり念頭にない感じですね。これはあの、まあ、ここ弟も連れてきたんですけど、弟がめちゃくちゃ辛いって言ってたんですけど、あの確かにね、確かに日本人が普通にタイ料理食べ慣れてない人がここ来るとちょっとやばいかな、この辛さ。でこう食べ慣れてない人が来て変につぶったことを言ってしまいましたけども、僕も今まあ顔汗だらけです。色でなんとなく分かっていただけました。いや実際ね、ちょっと僕今
ティッシュが近くにないかどうかちょっと探し始めてます。ちょっと顔が洪水状態になってきましたよ。またこのそうめんと絡めるときは要注意ですね。そうめんじゃないか、あのカノムチね、そうめん似てるんですけど、そうめんとは違うんですよね。これそうめんにして僕一回そうめんつゆで食ったことあるんですけど、その時は麺にこうちょっとしたえぐみがあるんで激まずでした。そうめんよりもうちょっともちっとしてるんですよね。ただうまいのはすごいうまいですよ。辛さのせいでちょっと口数が少なくなってるような気がします。あの今顎とか唇からとうとう汗が滴るようになってきました。やってしまいましたね。マジでちょっとティッシュないんだ。水はね、まあまあのちょびちょび飲んでますよ。あの実はこれ水をですね、水いっぱいあるので結構ガンガン飲めるんですけど、あのどうです、あの水飲むと辛さが一回こう水を口に含んだ時に収まるじゃないですか。でも結構僕あの水を飲んでその水が口からなくなると再びジーンとくるんですよね。特に、まあ、氷入りであるほどもう氷なくなったんですけど、でどちらかというとこのほかほかのカオニャを食べてで辛いのを一気にこう口でググッともっと辛くしてしまって、で飲み込んだ後にちょっとこう楽になるようなそんな感じで食ってます。これソムタムです。あのタムスワっていうやつです。あのタムスワってこのカノムチン、そうめんに似たこのね麺のカノムチンが入ってるやつです。でも正式にはだからタムスはもうソムタムスはですね、ソムタムですね、ズルホットですよ。でもこれがないとうまくないっていう人の気持ちはわかるから。そう水飲むとね発汗の重症な、それそうですよね。ということで水はちょびっと、本当にちょびっと含んでごっくんして、それを繰り返してる感じですね。もっとスパイシーフリーズ、まあ それね、本当はね、本当はそれを言いたいんですけど、ちょっと怖いのがあのここそのさっきも言ったようにほら
ちょっと日本料理っぽい出したりするでしょ。でこういう店で辛くせんといてっていうと一つも唐辛子入ってないやつ来たりとかもする時もあるんかなと思うんですよ。実際あるんですよね、この店じゃないですけど。それがちょっと怖くて、ヤムンセも激辛ですね。ヤムンセも激辛です。大体何も言わずに、辛くしないでとか言わずに注文すると、ヤムンセもこのタムスラもそうですけど、このタムスラってスアじゃない、タムスアや、このタムスアも麺がね両方ともあるじゃないですか。麺にやっぱり吸い込むんですよね。そこがちょっと、こんな中にこのトマトが入ってて、あとオアシスなんですよね、トマトが。でも最後のトマトも食ってしまいました。もうあとちょっとは普通に食うしかない。あとあれ辛くないです、ヤムでもヤムヌは肉料理の肉のヤムあれ辛いっすよ。特にヤムヌは イサーのやつは、ヘビー級ボクサー的に辛いと思うんですよ。で北のチェンマイとかのあっちのヤムヌはムチみたいにバシッブシッってくるんですよね。関西人の好きな擬音語で言うと伊佐のがドカーンという辛さで、で北タイのやつがピシッという辛さ。スープも飲むのが大変。これのことですか？これじゃないですよね。これはあれですね、あんまりしたくないので本当に軽くにしますけど、ちょんちょんとつけて、ブラジル来た、ブラジル1点返したんですね。ね、おー、どっから来た、あ、ヘディングで、おー、うまいなー、すごいなー、12なんですね。やっぱこういうお店に言うとちゃんとこうみんなが反応して点が入ったかどうか見えますね。ギリギリでしたね、ギリギリでしたね。ちょっとだけつけてみますよね。あ、で、ウマさん、スープってこれのスープなんですか、それとも例えばトムヤムくんとかトムカーガイみたいなああいうスープも一緒に頼むかどうかってことですか。もしそうだとすると結構、ちゃんとしたお店に入るときはスープ頼んでる人結構多いですよ。
で屋台だと別にそういうことでもない場合も多いですね。あ、屋台じゃないか、あの、なんかまあ屋台街みたいなこういう店とか、あ、このその他も知る。あとこの店ではついてないですけど、あの、野菜にも今みたいにこうちょんとつけて食べるっていうのは結構ありますね。汁ごくごくはさすがに僕も見たことはないですね。大好きな人でそんな人もいるかもしれないですけど、ソムタンのお汁はあんまり見たことないですね、今までは。あ、でもあのご飯にかけてる人は見たことあります。それ飲んでるやつ見たんですか。マジですか。タイ人の人ですよね。すごいな。どうなんですか。これごくごくはちょっと感心するなあ。いや、すごい。タイ人ですよね。やっぱタイ人ですよね。それができるのはタイ人ですよね。それはちょっと日本人にはちょっと不可能じゃないかな。僕多分これごくごくしたら、多分ですけど、ちょっとむせてリバースしてしまうかな。むせリバース多分すると思います。刺身にあのわさびを多量につけるのでしょ。あのこれ生肉料理にね、ここにもわさびあるんですけど、ちょっと大きさがね、皿の大きさと比較して小さく見えますけど、もうちょっと信じられんぐらいわさび出てきてますね。でこれまためちゃくちゃつけるやついるじゃないですか。外したか。コーナーシートな。あんたの分もちょうだいとダブル。あの、なんなんすかね、あの辛いもの食べられる自慢みたいなね。もうどんどん辛くしたいみたいな。いや、まあ、わからんでもないんだけど、それも素材なんでもいいやみたいな。あの、別に安いもん買ってきてそこにわさび大量に乗せて食べたらそれでうまいやろ君はみたいなね。普通そこまで行ったら味わからんやろとかまで行きますもんね。いや、しかし今日も堪能しました。ウォーキングもしてないのに大量の新陳代謝もできたし。ちょっと明日のトイレが怖いかな。結構来ましたんでね。パハハですよね。いや、結構本当に。あのトイレでね、ついついね、やっぱりね、声出たりするんですよね。こういう日の翌日は、うーって。
うなるうまさを味わった後にはうなるトイレが待ってます。そんなことを堂々と飯屋で言えてしまうことが、これまたタイのいいところですね。まあ、日本近くに今日は日本人誰もいないんで言えてるんですけど、ふわさん拍手ありがとうございます。いやそういえばフーマーさんもテンさんもタイ料理は結構お好きな方なんじゃないんですか。どうなんですかね。タイ好きとタイ好きというかね、とタイ料理好きとはまたちょっと違うかな、どうなんかなって、そこもちょっとね時々どうなんやろって気になる時はあるんですよね。速攻だったんやけどね。あ、嫌いじゃないで、フーマーさんは大好き。あ、なるほどね。程度の差はあるけども、まあ一応まあ そうか。じゃあフーマーさんは何が好きなんですか、大料理。クーパッポンカリとかなんかな。で一応テンさんは嫌いじゃないですけども、嫌いじゃない中で最もまあ嫌いじゃないものっていうか好き寄りのものって何ですか。とか何とか言ってるうちにも赤字になってるよ。あ、カオマンカイね。あ、カオマンカイとラープ、あ、コンビでって、あ、それ、あ、そこ決まってるんですね。フーマーさん定食みたいな感じになってる。あ、カオマンカイで口を癒しながらラープで辛いものガツと。なるほどなるほどなるほど。あ、それ良さそうですね、その組み合わせ。あ、そうですその組み合わせは確かに実に良さげな感じしますね。でビアリオ、あ、ビアリオうまいですよね。ビアリオ、さっきまあちょっとビール、タイで飲むビールディスっちゃいましたけども、ビアリオちょっとクリーミーですもんね、味が安いし。まあ、結構僕ビアリオ、ビアリオの次がまあビアシンかな。飲みやすいですよね。そうですそうです、ビアリオ飲みやすいです本当に。さあご勘定しよう。じゃあ、これもうそろそろ29分。結局どうやった？何パーは？ということで、今日ちょっとね、外雨パラパラ降ってるので、店の外にちょっと出られないんですよ。ということで、まあ次の枠ちょっとやりにくい感じがあるので、一旦これあ、なんやこれ。ちょっとバイク乗るのも含めて、ちょっと一旦切って、自宅帰ったらまあまたやるかやらないかっていう感じにしたいと思います。ということで、フーマさんもテンさんもありがとうございました。4人の皆さんありがとうございます。またです。
もしよかったらまた後ほどです。ありがとうございます。ありがとうございます。